治った。あ、治ったね、やっと。おはようございます。治りましたよ。最近さ、え、寒いんよここ最近ここずっと寒かったんよ。寒かったやろ。やっぱな、冷や、エアコンではいいか。いやいやいや、エアコンでもいいけどさ、僕寒いんですわここ。しょうがないじゃないですか。だってあの断熱とか気密とかないんですから、そういう概念がないよね、基本的にないよね。そうなんですよ。まあでもね、この大日さんのやつ、これ言ったっけ、2022年の2月から使い始めたんですけど、なんか最近ちょっとエラーが頻発するようになって、で、まあ、機械機やろうなとは思ったんで俺も。で一応あの外してバラそうかなって試みようとした前に、そうやと。フレームセンサーじゃないの？じゃあフレームセンサーも一応な、まあ、あんま大きな声ではないけど掃除はしたんや、はい、でもまあ買わなかったで、機械機の方がもうあの、はい、結構 詰まりというか出とったけん、あ、これかって思いながらやってたんやけど、よく見たらここ3年保証。そうよ、長ない？そうな、長いんや。1年じゃないんや。ちゃうよ、3年なんや。しかもわざわざ日本製って書いてある。この辺がやっぱ電池さんやけん。で、なるほど、それで直したら、はい、まあもう快適ですわほんまに。で寒いんですよ。いやもう快適になったでしょ、もう、ほんま、もう温度調整とかもうキュッキュできるもん。ほんま素晴らしいよ。でもな、え、ね、ほんま快適にはなったけど、それ壊れる前から大体これいつも止まっとって、はい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 、燃料が入ってない。あ、おばしも出すあるある、あるあるある。もうちょっとみんな自分で入れていってみたいな感じやもん。そう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 、そうなんですよ、はい、まあでもね、優秀なその、はい、あの何、そのサービス工場さんで直していただいたのも完璧でございますよ。よかったですね、はい、そうなんでな、まあ、全然話は変わるんやけど、どうしたんですか。ちょ、気づきがあったんですよ僕。気づき、気づき、何の、すごいことに気づいた。お告げが来た。お告げというかピンときたことがあって、あのね、仕事がちょっと皆さんやっぱあると思うんですよ、はい、あの例えばどの人にこう自分の車を任せたらいいのかがちょっと不安ですとか、あ、よく質問もらうよな。いや、ディーラーじゃないんですか。ディーラーのメンテパックに入ってったら安心じゃないんですか。いかん、え、いっぱいコメント入ってるじゃないですか。いやいや、え、入ってたっけ。ディーラーがそんなことをするわけがないでしょ。ないよ、こんな当たり前じゃないですか。どうせお客さんが悪いんでしょ。そりゃそうですよ。ああ、間違いないですよ本当に。ああ、もうおっしゃる通り。ああ、そのみんなのおっしゃる通りよ、で、はい、でもそこで真実を知っているというか、あの、ちゃんとし、あの、ちゃんと会話のキャッチボールができるタイプの人は、はい、あの、ちゃんと適切なことを質問してきてくれて、はい、要はそのどういうところをこうなんか見てそのお店選びをしたらいいんですかとか、どういうところを見てそのなんかあのなんていうこうやり取りをしたらいいんですかって聞かれるんだよ結構。なんで、その雰囲気じゃないですか。雰囲気なんやけど、で、それだ、そうなんやな、でも雰囲気としか言えんのやなとかって思いよって気づいた俺は。気づいたことがある。仕事ができない人の特徴に気づいた。おっと、俺はもう気づいてしまった。いいんですか、そんなことを言って。なんで、それに当てはまってしまう視聴者の人がおったらどうするんですか。大丈夫、俺もちょっと当てはまるけど、あたいもちょっとそれに当てはまるけど、自分で言うもちょっとはばかられるけどって思いながら、な、俺もちょっとその気はあるけど、俺もちょっとその気はあるけ、まあちょっとそう言おうと思うんやけど、はいはい、そのな、まず一つ、はい、話が面白くない。おお、てか話のキャッチボールが ちゃんとできない。まあこれね、やっぱね、大事やと思うんですよ、本当に。まあそれは、車屋さんとかに限らず、こう世の中で仕事をする上で、やっぱり、まあある一定レベルの会話というか、その話でその内容が伝わる伝わらん、受け取れる受け取れんは、いるんじゃないですか。ね、そうやんな、いや、それをなんかちょっともう改めてやっぱり感じて、だって話しても何の話しようやこいつっていう人は大体こう、ほら、規定列な人が多いじゃないですか。まあ規定列大百科やな、ほんまに間違いなくそうやと思うな。そうでしょう、うん、はい、でもやっぱそれがもう確定、確定、もうキュキュキンって確定した。まあそれはありますね。だからってなるわけだ。そう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 。やめっけ、お前ってなる人ね。そうそう、え、それどういうことって何回も聞く人も、ちょっとほら、言語化能力が乏しい人が多いじゃないですか。まあ、まあ、やっぱまあ話がね、やっぱキャッチボールできるか続くかどうかっていうね、やつ。あとは
もう何やろう、あのもう一つやっぱりその特徴として、うん、あの気づいたというかなのが、あのあれですね、もう見た目の顔、はい、顔、うん、ひどいことを言うな。え？差別だ。いやいや、まあ差別や、だから差別よ、もう基本的に差別チャンネルよここは、ほんまに差別チャンネルよ。顔を見ただけでなんとなくわかるかな、うん、なんか仕事ができそうな人かできなさそうな人かってなんとなくわからん。ね、うん、顔っていうよりは、うん、そのなんて言ったらいいな、身だしなみとか、そうそうそう、その全体のな、そのディティールというか、ディティールとか、うん、その雰囲気ですよね、うん、そうそうそう、醸し出す、そう、なんやろうな、いかんじゃないですか、だけどいかんって言うよりは俺は上から下まで合うと、上から下まで合うと、作業服を着ていないなんて、そうやで、もう失格、うそう、ダメなの、罰です、罰です、はい、もう基本だ罰なんだから、もううち来ない方がいいですよ、はい、本当にね、なんで罰なんですよ、はい、でまあこの2つをね、まあ、ちょっとその、まあ、思い起こすちょっと事件があって、まあ、それで確定をしたんですけど、やっぱね、その例えば、まあ、ついついね、うん、あのいや僕もできることなら、うん、あの知ってる人にお仕事を頼みたいんですよ。まあ我々がよく言っている、はい、やっぱりね、うん、お金は天下の回り物なので、そう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 、まあできれば近しい人に振って、うん、振られて、そういいじゃないですかね、やりたいじゃないですか、うん、そう、わかります、そう、はい、だけどまあつい先日ね、うん、あのちょっとその近しい人にちょっとお仕事をお願いして、はい、でまあちょっとだけちょっとあの仕上がりが残念な案件がありまして、あったんですか、そうなんよ、ほんで、うん、まあちょっとそれで、あうん、ちょっとこのネタを誰かにまた言わないかんなとかって思いよった時に、いろいろ考えよったら、うん、そのさっきの冒頭の、うん、あのなんていうの、あの悲しのキャッチボールができて面白いかどうかっていうところと、はい、あとは顔とかも含なんか服装とかそういう雰囲気が、ね、あもう全然両方ともダメやったっていうところに気がついたっていう。ダメやったわこれみたいな、まあでも、うん、おば先生それいいですか、どうぞどうぞ、そんな人に頼んだあなたが悪い、そうなんよ、でもなんかなんとなくこうなんかちょっと知人だからこたか知ってるからって言ってその頼んでしまうんですよ、あるだってまた新たにだって人を開拓するのとかめんどくさいし、もう知ってる人の方が話が楽だしって言って言ってだからみんな、まあ何かがあってもディーラーとかそういうとことか行くんやって言って理解納得したっていう、うん、なるほどね、うん、確かにそう、やっぱお店を変えるとか、はい、ずっとお付き合いをしてる人からその切り替えするってやっぱ労力いるじゃないですか、はい、いる結構言います、でましてや知らない分野だったりとかしたら、そうですね、ちょっとんって思ったことが発生したとしても、またそこで一からね、人間関係、付き合い関係を作るっていうのは大変なんでね、大変やんか、はい、もうそんなことしょったらもうめちゃくちゃね労力使うじゃないですか、だから僕なんかもう結構そういう目に合うね、うん、お客さんの相談とか受けて、うん、もうそんなんやったら次のとこ探した方がいいですよとかってアドバイスをするんやけど、うん、まあでもそれもとかっていう人結構多くて、もう、ね、なんでそんなこと言うんやろうなって思って、はい、自分も実体験として感じて、なるほどってなった、ね、ほんまに、まあ、でもほんまは一番縁はこう、うん、会話とかね、何気ない、うん、こういうもんが欲しいんですとか、うん、こういうのが好きなんで、うん、これお願いしますって言って汲み取ってもらって、うん、その人に最適なものを最適に、ね、うん、こう提案、うん、施工してくれるのが一番楽、ね、最高よ、うん、じゃあもうお任せでっていうのがね、うん、一番最高ですよ、そんな、それがいかんかったんですか、うん、でもそれがやっぱいかに難しいことかっていうのが、あ、まあ、やっぱちょっと分かった、うん、そんなにか、そうなん、じゃあ、あれやな、やっぱ、ね、昔からよくあるいつものやつって言うような、そう、マスターいつものやつってやっぱ言える、うん、関係性っていうのはやっぱ大事やなと思って、うん、ほんまに、なるほどね、そうなんですよ、まあだからね、皆さんも多分ね非常にあの腰が重い、はい、なんかちょっといまいち不安やけど、でも腰が重いからもう付き合いしてるのよねとか、うん、なんかこう今からいろいろ考えるのもめんどくさいからお付き合いしてるねみたいなのがあったら時は、はいはい、ぜひね、はい、あの勇気を持って、はい、あの新たな一歩を踏み出しましょう、はい、僕もあの今年は踏み出すことをしましたんで本当に、そうなんですか、そうです、またクソメガネがややこしいことを夜ってなるんじゃないですか、いやもうないです、もうだからもう あれです、もうちょっと知り合いだからとかっていうんで、あもう僕甘えてたんです、ある意味ね、ああそう、そう
甘えてたんですよ。あ、こいつならちゃんとやってくれるだろうと。そう、だからそれは甘え。甘え。甘えなんですよ、そこは。甘えなので、はい、やっぱりそこにこう自分で甘えずに、はい、ちゃんとその人がとかその会社がとかっていうのをちゃんと見るっていうことをやっぱしないといけないですね、本当に。そうですね、はい、はい、っていう学びを得た今日この頃でございました、はい、なるほど、はい、そうなんです。じゃあいいもの、うん、いいサービスを受けたければ、うん、こう、うん、探すコストを惜しむな。そういうこと。めんどくさいと言うな。そういうこと。一生懸命自分の足で探せと、うん、そういうこと。あ、ね、どうするんですか、ほんで。え、いや、だからまたちょっと新たなでもその探すコストの中の方法で、やっぱ俺はでもいいのは誰かからの紹介やと思うけん。まあやっぱり、うん、あの口コミ、そう、大事ですね。それも口コミもネット口コミじゃなくて、あ、そうそうそう、あのリアル口コミね。リアルだな、うん、顔出しそう、その口コミ、ね、口コミね、信頼できる筋からのね。そう、だから今回も、はい、その信頼できる筋から、はい、ちょっとこういう案件でお手伝いいただきたいんですけど、誰かいい人いませんかねっていうのを、あ、まあ、やっぱやるのが一番やなと思って。そうですね、うん、まあでもそれもな、でも間に入るやつがによる時あるからな。いや、だってほら俺もあるけど、こいつには紹介したくないとかあるやん。ある。あ、思われとったらどうしよう俺ちょっと今不安になってきた不安になってきた。あるんじゃん、こいつのとこに紹介したら多分めんどくさい、俺の株が下がってしまうわけ。もう、そうそう、言って多分断るやろうなみたいな。ちょっとショックやな。あるんじゃない。でも確かになんか そこであれじゃん、ぼったくり損ね取るのあるんじゃないですか。あ、でも俺もよく言われる、うん、お客さんになんか誰か紹介してよって言ったら、いやだってここは誰ばれ紹介できないんでって言われるまあ、あるよね。ある。でも紹介するもむずいやん。紹介は一番むずいよな。だって俺もたまにこれこれこういう人を紹介してほしいとかって言われても、お前に紹介できねえなっていうパターンある？あるよね。ある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 。うまいこと濁して、ごめんちょっとそういう知り合いあんまおらんわーって言わなしゃあないやん。そうやって、なんか紹介した先に迷惑がかかって自分の株が下がるも嫌やんか。そう、いやほんまそうなんよ。紹介って難しいですよ。だからうちなんかやっぱり紹介してくれる人とかも、うん、まず事前に言ってくる、うん、こうこうこういう人がちょっとこういう案件でって言うんやけど、うん、やっぱりやめとった方がええよなみたいな感じのぐらいの感じで言ってくる大体みんな。そうね。そうだけど、まあ本当にあのなんかいい感じの人はちゃんと紹介はしてくれるし、だけあのみんななんかあのその紹介するレベル高いランキングの結構上位のお店らしいんで、うち。ああ、そうなんや。そうだけど、はい、まあなんかだけよく言われる、奥さんがおるとき教えてっつってまず柔らかいところから。そう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 。じゃあ大林くんがおるときだけじゃなくて、ちょっと奥さんおるときでまた教えてくれるかなっつって最近言われるけん、なんかうちの嫁ちゃんがおるとちょっとハードルがぐっと下がるらしい。そうですね、うん、はい、ということに気づいたんで、うん、なんであのね、あの話はあれですけど、もう入店舗の店長は、はい、うちの嫁ちゃんなんで。え、そうですよ。そうなんですか。そうそうそう。私は絶対関わりたくないって言った。いや、もうそれがもういろいろあったんで。あ、私あの頑張るマンになってるんで。マジで。あよ。どうしたんですか。ほらもうそうですよ、本当に。もう頑張るマンになってるんで。なんでもうあのちょっと入店舗ができた暁には、まあね、またいろいろあのお知らせはしますけど、またいろいろ進めていきますんで。なるほど、はい、皆さん期待して待っててください。 あれですね、はい、あのマスコットガールが座って。そうよ、そうです、そうです。だからいい感じのお店になりますから。じゃあもうあれやな、奥さんと娘ちゃん早く鍛えて、うん、ああそういや、もう今でもいけるよ。もうそこそこに座っとけっつって、うん、で来たらおじさんと話しとけって言ったらえへーって言いながらいつの間にか朝食しゃべってるけど絶対。あ、ほんまにすごい有望なんでね。あれもすごいと思う、はい、ほんまに。でもあれちゃん、もうあと10年もしたらさ、うん、お父さんこういう お客さん来てきて早くやってあげてって言って、うん、お母さんとお父さんのような関係で、あなりそう、なめちゃん、なりそう。お客さん急いどるからもっと早くして、うん、だけ俺あいつと結婚する旦那はマジでちょっとかわいそうやと思っとるほんまに。ちょっと大変やと思っとる。有能な整備士探さないからですね、うん、だけもしあいつとまあ今から言っとくわ、はい、未来のねその、まあ、旦那さんにお、はい、メッセージ送っとく。送っとく。未来の旦那さんに、はい、大変申し訳ございませんそこから会えるんですね。まず謝罪から、まず謝罪からね、はい、あのまあ、ああ見えてね、うん、あの非常に、はい、あの口ではあんなこと言ってますがと、はい、でも心からも思ってるんです、はい、それなのであのそれも全て
あの受け入れていただけるのであれば、もうあののしつけて、はい、ちゃんとお渡しいたしますので、なるほど、もうあのその時はぜひ言ってきてください、ね、もうよろしくお願いします、ね、メッセージ送っとけば、そうそうそう、我こそはという、うん、そうそうそう、来るかもしれない、そうそうそう、そうなんや、いやもうほんま下手に残るとか言っていかんけど、下手に残って大変やけんほんまに。なんでね、そうですね、はい、もうしっかりと娘ちゃんね、あのトーク力高いですけどね、はい、あれね、ワンチャンこじらせて30過ぎまで残ったら多分無理なパターンやと思うよ、やつは、お父さんとよく似てますからね、あそう、俺だけ20代のあの時にうちの嫁ちゃんっていうラッキーパターン捕まえれとるけんなんとかなっとるけど、はい、まあ、それはわかりますね、はい、もうほんまラッキーパターンや、逃しとったら無理ほんまに、うん、結構できてないもん絶対に、本当に、まあ、そうなんですよ、はい、まあ、ということでね、はい、じゃあまあそんなよもやま話でございました、はい、はい、ということで皆さん頑張って、はい、あのコストを惜しまずに、はい、いいお店を探してください、はいはい、ということでチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくですね、またバイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。